あれ、知らない？イトップはサツキスキーだぜ。だっていっつも首突っ込んでくるだろ、3人でいても。あれはてっきり伊藤くん、総一くんが好きだと。やめてくれ、縁起でもない。俺は女の子が好きなんだ、女の子が。きっとたまには男の子もいいものですよ。真面目に言ってるのかそれ。それにしたって、俺にも選ぶ権利があるよ。報われない恋だね。だから俺じゃないって。どっちもだよ。さつきちゃん、全然そんなことないもんね。あいつのことだからな。きっと、小学校ぐらいでそういう知識も経験も止まってるに違いない。手繋いだら結婚しなきゃなんないとか思ってるぞ。私も想像だけど。ゆかりの想像でも構わないよ。誰？それは友達のことなので秘密。なんだよそれ。とりあえず伊藤くんじゃないよ。わかってるって。あのバカじゃ、あのじゃじゃ馬は乗りこなせない。ああ、総一くん、バカとまで言ってあげるのは失礼ですよ。バカとまで言ってあげるのは。仮にも親友の伊藤くんに向かってバカだなんて。うん、いや、俺があいつをバカというのは親愛の情の表現で。男の子の友情って分かりにくいよ。女の友情よりはマシだと思うけどな。そうかな。私とさつきちゃんの友情なんか分かりやすいよ。あ、そんなこと言ってるのに限って壊れやすいんだって。そんなことないです。第一、私とさつきちゃんは喧嘩なんかしないもん。それは利害が対立しないからだよ。利害なんかずっと対立しないもん。ところがどっこい、ここにどうしても対立しそうな要因が一つ。え？男だ、男。同じ男を同時に好きになっちまうわけだな。二人で取り合いになる。最初は牽制し合うぐらいだったのが、いつしか罵り合いへ、そして殴り合いへ、最後は胸を刺し合いへ。妙に芸の細かいさつきはちゃんと包丁を用意してたんだが、対するゆかりは慌ててたんで割り箸で応戦しちまったんだな。ゆかりだけばったり倒れて、哀れさつきは殺人罪で小田は。もちろん男にも逃げられ、全てを失ったあいつは刑務所の鉄格子から星空を眺めて泣き濡れる。ああ、ゆかりごめんなさい、私が。てなことは、まあまず起きないな。なんといってもゆかりとあいつじゃ趣味がまるで違うもんな。好きになる男もこれがまた全然違うんだってきっと。ごめん、調子に乗りすぎた。悪い、冗談だよ。二人の仲のいいのは認めてるって。
それを疑ったり茶化したわけじゃなくて、本当に冗談で。違うの。もしそんなことになったら、そうなっちゃうものなのかな。え、友達だって思っていても、そういうことになったらそんな風になっちゃうものなのかな。俺は男だからさ、よくわかんないけど、多分俺だったら、たとえ親友って言ってもライバルだから、思いっきり喧嘩すると思うけど。そうなのかな。でなきゃその好きな人に目いっぱい好きだって言えないじゃないか。うん。ああ、それよりその人に選んでもらえばいいのかな。選んでもらう？その人に好きだって言ってもらえたら何でもできるような気がするちょっとずるいか。ずるいかもしれないけど、そうなったら頑張るしかないよね。ああ、そうだよな。お互いどんなことでもかかってこいって気持ちで好きだって言うんだから。誰が何をしようが、どんな困難が降ってこようが関係ない。恋は障害があるほど燃えるものさ。宗一くん、いいこと言うね。まあね、偉そうに言って俺も全然経験ないけど、もしそんなことになったら、頑張るよ。ゆかりなら大丈夫だな。宗一くんはそういうのは好きですか？そういうのって差し合うの？なわけないだろ。まあそのぐらい好きになってくれるのは嬉しいだろうと思うけど、ゆかりはどうなんだ？差し合うの？どうしてそう差したいんだ？うん、きっと気持ちは嬉しいと思うけど、でもどんなことになっても人を刺すような人はちょっと嫌だな。刺す相手が悪人でも？え？いや、なんでもない。そうだな、いくらなんでも自分をめぐって暴力の渦が起きて楽しい気はしないよな。ま、ゆかりならいくらでも言ってもらえるだろう。そんなことないよ。全然ないよ、そんなお話。嘘をつけ。お前な、お前自分を何だと思ってるんだ？伏見ゆかり？そう、
その伏見ゆかりさんだ。可愛い、頭はいい、優しい、胸はでかい、そしてちょいボケ。五拍子も揃ってるじゃないか。ちょいボケって何ですか？ちょいボケって。告白されたりしないのか？ないですけど。そのセリフ、普通の女子が聞いたらべらぼうに嫌味なセリフだぞ。だって私にだって選ぶ権利が。お、ゆかりらしくもない高飛車な態度。どれ、どんなやつが言い寄ったことがあるんだ？それは本人のプライバシーのために。バカ者、告白っつうのは後でバレて冷やかされるところまでを含めてワンイベントだ。きっと相手も喜ぶから安心して吐け。本当？今川くん、大高くん、佐伯くん、山梨くん、一時くん。ゆかり、俺が悪かった。お前にも選ぶ権利は十分にあるぞ。なんでお前みたいな一級品にそんなんばっかりやってくるんだ、この身の程知らずどもが。それはいくらなんでも失礼ですよ。それはちょっと考えねばならんな。何を考えるのですか？また変な悪巧みを。いや、もうちょいマシな誰かを紹介してやれんかと。私がお断りしてるのは何も相手がピンとこないからだけじゃないですよ。ん？じゃあどうして？ん？いいのいいの、私は本当に好きな人ができたら自分から告白します。ほう、そうなんだ。憧れてるの。へえ、どうして？あのね、うちがそうなのです。うち？ああ、お父さんとお母さん。そう、お母さんの猛アタックにお父さんが落ちたの。へえ。若い頃はスリムでモテモテだったそうだけど、数あるお誘いを振り切ってお父さんを無理やりゲット。へえ、そんな風には見えなかったけどな。やっぱりゆかりのお母さんだよな、芯が強いんだ。だからだと思うんだけど、私の両親はラブラブですよ。だよな。ほら、こないだ見せてもらった写真でも密着して腕組んでたもんな、娘が隣にいるのにさ。だから憧れ。なるほどね。でもお父さんも偉いよ。お母さんのその気持ちに応えて夢を捨ててお母さんを取ったの。ほう、夢って？うん、お父さんね、語学の先生になりたかったそうなんだけど、早くに結婚してお金がいるようになったから普通の会社に就職したの。ああ、若い研究者は金がないからな。うん、それはでもお母さんは今は気に病んでて、私のせいで好きなことをさせてやれなかったってことあるごとに転職を勧めるの。そっか、今は鏡基地だっけ？うん、基地のお仕事はお給料がいいから。お母さんはそんなのいいっていつも言ってるんだけど。まあまあ、いいんじゃないかな。お父さんだって何もお給料だけじゃないさ。きっと
ピンとくる口がないだけだと思うぜ。そういう人ならここ一番ではガツンと決意するさ。そうかな。ああ、そう思うぜ。だからゆかりも心配しなくていいんじゃないかな。うん。しかしちょっといい話だな。確かに憧れるのは無理もないけど、でも俺男だからかな、やっぱ俺からやりたいな。好きだってさ。そいちくんらしいね。そうかな。そうだよ。うん、そいちくんらしい。まあほら、あるじゃんか、あの結婚式の教会へ殴り込んで窓ガンガンやるやつ、あんな感じで。あれいいよね。でも、でもあの人は用意が悪いですよ。あんな大変なことになる前に何とかしないと。いや、用意の問題ではなくて、あれはあれがいいのであって、事前に決着がついたらドラマティックでも何でもないだろう。ドラマティックでなくてもいいから、幸せな恋愛がしたいね。そうだな、ドラマティックで不幸よりも普通の幸せがいいよな。大丈夫さ、ゆかりはそういう星の元に生まれてると思う。あ、またそういう何の根拠もないことを適当に言ってますね。根拠あるある。どんな？俺の勘。うん。でも総一君の勘なら当たるかな。あ、信じてていいと思うぜ。そうします。でもそんなのできるかな。何が？好きな人にガツンと告白。ゆかりがビビってどうすんだ。あー、すまん。あのな、さっき挙げた連中を思い出してみろ。あんなもんでもゆかり相手になんとかなると思ってドーンと当たって砕けてるんだ。大丈夫、ゆかりなら大抵の相手は向こうが砕ける。当たって砕け。そうなのかな。そうだとも。この俺が保証する。保証ってまたそんな。任せろ。もしそれでいやとかちょっととか抜かすやつがいたら俺の前へ連れてこい。ぶん殴ってオーケーを出させてやるから。そんなのオーケーじゃないですよ。ん？ううん、じゃあそれはお願いしようかな。ほう、任せろ。っていうかそんなこと心配しなくても、ゆかりなら大丈夫大丈夫、絶対大丈夫だから。ドーンと行け、ドーンと。そうか、でも恥ずかしいな。まあな、それはわかる。だから最初からいきなり好きですとかなんとか言わなくてもいいだろう。最初はデートのお誘いからだ。さりげなくどこか行こうって誘えばいいんだ。それだったら全然大丈夫だろ。なるほど。そうか、そうだね。どの辺に行くのがいいかな。バカ者、男は大抵アホだ。女の子が誘ってくれたという事実が一番大事なのであって、
どこへ行くのかなんか聞いてもいないぜ。そんなものなの？そんなものだ。ましてゆかりのお誘いとなれば、舞い上がって驚きの舞と喜びの舞を舞うのに忙しい。思考能力なんかゼロだ。そうなのかな。ま、適当でいい。適当で。買い物行くから付き合えとか、映画見るから付き合えとか、美味しい店見つけたから行ってみようとか。なるほど。心配するなって。案ずるより産むが安し清し。ガーンと行け、ガーンと。うん、分かったよ。よし。ガーンと行くね。その息だ。では。深呼吸か。ゆかり、吸うだけじゃなくて吐かなきゃダメだぞ。暇といえば暇だけど。買い物行くので付き合ってください。ああ、別にいいぜ。よかった。あ、俺はいつでも暇といえば暇だから。そっちじゃないです。それよりさっきの理論には嘘がありましたよ。ん？いくらなんでも舞は舞いませんよ。舞は。ああまあ実際舞わなくても心の中で舞ってることもあるし。あ、そっか。そうだよね。ん？何笑ってんだよ。変なやつ。変なやつだもの。ちゃちゃちゃ。ちゃ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 。あ、ほっとしたら喉が渇いたよ。飲み物買ってきていい？あ、俺も。うん、買ってきます。何がいいですか？コーヒー無糖系。はい。たまたまだよ、きっと。
終わり。寝ちまって。あ。ゆかり？悪い悪い、日差しが暖かかったもんだからさ、つい眠っちまった。もう家か？ゆかり？ゆかり、那須総一、お前は誰だ？ゆかりをどうした？彼女が預かった。なに、俺の目的は貴様だ。安心しろ。できるか！ゆかりに指一本触れてみろ。逆上してる場合か。立場が弱いのはどちら？夜10時、貴様の学校の屋上へ来い。要求は何だ？金か、俺の命か、どちらでもいい。今すぐくれてやるから、今すぐゆかりを解放してくれ。そう言うと思うとは。だがそのどちらでもない。いろいろと準備もある。貴様は身一つで来てくれればよい。声だけでも聞かせろ。薬で眠っている。それとも彼女に恐怖の時間をプレゼントしたいのかね。約束は守る。お互いに。分かった。頼む。ゆかりは、ゆかりには。以上だ。待て、待ってくれ。俺の番か。
ゆかり。ゆかり。